MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は正規さんにやっており来ておりまして、もう一回いきますね。神田アナウンサー、プロのアナウンサー神田、そのままいったろ。準レギュラー直潤さんです。よろしくお願いします。こんにちは。滑らかですついさっきね、侍ジャパンがサヨナラ勝ちしたばっかりで、正規さんがえらい盛り上がったとねえ、ラジコン屋ですかここ、長崎ね、スポーツバーみたいな、なんかノリになってましたけどね。なんかすごかった。で、ちょうど終わってすぐここ到着したもんやから、うん、早く来いよ言われましてね、うん、いや、もったいない、もったいない、タイミングめっちゃ悪いそうなんですけどね、もう、まあ、その、勢いを買って今日はここやってきたからにはラジコンも楽しみたいなということなんですけども、今日は直潤さんからもう直々 の、はい、ご指名いただきまして、私やってまいりました。そうですね。どういう今日は楽しみ方ができるでしょうか。今日はね、RC スーパー GT、はい、最近ちょっと流行りの、めっちゃ流行ってますね、流行ってますね、うん、の、まあ、レギュレーションの車が結構集まってる、うん、まあ、でここの正規さんのスケールツーリングっていうのがありまして、うん、まあ、大体同じようなスピードなんで、レギンこそ違いども、うん、まあ、そのお客さんが結構多いということで、はい、まあ、今日はそういうメンバーと、まあ、チキチキして、うん、バトルの練習ということで、はい、バトルに弱い前田さんを呼んだということですね。はい、ほんまね、勝ちきれませんな。それそこまで言ってないけど、そこまで言ってないけど、まあね、勝負ができてないんで。そうね。はいはい、わかりました。はい、じゃあまずですね、はい、どっから始めましょうか。どうね、なんかさっきタイヤ作ってましたよね。あ、そう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 、タイヤね、ここでのスーパー GT 選手権で使うタイヤっていうのがソレックス。まあ、ここではスーパー GT はないんですけど。あ、な、あ、そうか、ないのか。ないんですよ、実は、ね、あ、ないのか、ないのか。ないんですけども、正規さん の、 指定タイヤはソレックスということで、うん、あ、なるほど。まあ、今日はソレックスタイヤで走ろうかと、はい、ということで、もう早速貼りましたんで、これも今から乗せて、もう即ゴーですよね。それがね、それでもいいんでしょうけど、ひと手間を加えるとより快適に走れるっていうやり方があるんで、これをひと手間、そうだね、何をする、バリはこれないですもんね。そうだね、おう、バリカットじゃないしな、何するんですか、ね、うん、このソレックスタイヤってこう表面にこうすごいツヤツヤみたいなカブトムシの、ね、うん、背中みたいになってますけど、はい、これが実はあんまりこのちょっと食わないというか、原因の一つ、最初からね、遊ぶために、で、あらかじめ表面をちょっと、サンダーで削ってやる、そうすると、まあ、一発目から楽しく、まあ、快適に走れるっていうやり方が、まあ、あるんで、まあ、今日はそれをまずやって、なんなら一回、このままで走ってみますか、体験してみますか、あ、なるほど、使用前使用後じゃないけど。あ、いいですね。じゃポン付けでまず走らしてみたらどうなるか、はい、それをやってみてから、はい、そのひと手間を加えていくことにします。そうですね、ということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでですね、直潤さんの指示通り、まずはタイヤをそのままシャーシに付けました。 BD11 ですね。で、まずこのクリーナーで拭いて、でその後マイティ黄色、これを塗っとこうということだって塗ったんですけど、パッシパシに弾いてますね。やっぱり新品ツルンツルンのタイヤなんで、もうそもそもグリップ剤染み込まへんやんという感じですので、まあ、この辺りからもやっぱり皮むきみたいな作業って多分必要なのかなとこう感じたりするんですけども、まあ、とりあえずさっき言われた通りね、最初の1パックはポン付けで、マイティの黄色グリップ剤を塗った状態で、この後しばらく放置して拭き取って、走らせてみたいと思います。どんなもんなんでしょうね。さあ、それではですね、もうたくさん走ってます。皆さんスケールクラスということで、ちょっとスーパー GT とは違うカテゴリーなんですけれども、だいたい似たようなスピード感とのことですので、まあ、それ以前にこのニュータイヤがね、どんなことなのかちょっと様子を見ないといけないんで、邪魔にならないように言うてたらずっと走れなくなるんですけどね。まあ、ぼちぼち行きましょう。おーおーおお、え、まっすぐ走ってないと。でも
走れないってわけじゃないけどな。おお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 おということで、はい、正規さんのソレックスタイヤの、グリップさせる、まあ、これが正解かどうかは分かんないですけど、まあ、結構皆さんがやってる削りっていう作業をちょっと実践してみたいと思います。おお、これも皿の状態でみんなまずやるってことですね。そうですね。うーん、これいわゆるセッターというか、セッターですね。回転させるで、正規さんはこうヤスリとか、うん、セッターがこう完備されてるんで持ってなくても大丈夫。あ、使わせてもらえるんですか。でまずこのブレークリーン、フレーのブレークリーンを、はい、ですね、紙に、はい、このブレークリーン私なんですけど、ね、そうです、もちろんです。紙も私のです。まずタイヤを拭きます。はい、拭いてこのままね、ビュッとスイッチ入れると飛んでくるんで、ちょっとずらして、そしてこのヤスリの場面も真ん中からまずいーと、煙、なんかドリフトタイヤみたいな、ドラ、結構しっかり当ててますね。これは煙出るのは、普段はこんなに煙出ないんだけど、はい、あの一回マイティ塗って走ってるんでね、だからマイティがちょっとついちゃってるんで。ああ、なるほど。みんな普通は皿でまずこれやるから。でこのような感じで表面をツヤを消してやるということで、次のグリップ剤が染み込みやすくなるということで。はいはいはい。これ4回繰り返すと。そうね、4つをね、うん、3分クッキーみたいなのこういうのも経験からいろいろ皆さん編み出してくる技っていう感じですかね。ね、まあソレックスタイヤはね、昔からあるんで。タイヤもあの何社からか出てますけど、そのメーカーによっていろいろ特色があるっていうことですか。そうですね。で、でそのサーキットに適したタイヤっていうのが必ず存在するんで、うん、そういうのはもう、もし初めて行ったサーキットならば、あの店長さんなりに、すいません、ここのタイヤって何が一番いいんですか的な質問をすると、まあ、答えてくれるでしょうし、でまあそのサーキットでなんかね、ブイブイ言わしてる人がおったら、ちょっとね、勇気を出して、すいません、タイヤって何使っていいんですかねぐらいな感じで聞いていただいたら、まあ、絶対教えてくれるんでしょうし。あー、ナオジュンさんやったら、あーんとか言いません？そんなの言うたことありますか？いや、ないと思います。そんなこと言うたことありますか？ないと思います。あの、まあ、レース当日は別として。いや、そんなことないですよ。大丈夫、大丈夫。いつも笑顔のニコニコで。確かにね、はい、ありがとうございます、ね。まあ、こんな感じで、はい、これもね、その当日路面の状況とかで削り方っていうのも全然変わってくるんですよ。え、マジですか、うん、これ必ずこのパターンっていうんじゃないんですか。いや、あの削る量、量やっぱりあのハイグリップが、うん、もうめくれ倒すような路面とかやったら、ちょっと削り浅くして、あの逃げるような、 あまり壊せないような感じにすると、これで、まあ、あの削れば削るほどグリップ上がると思ったらいいんですか。なんですけど、削ったら肉厚も少なくなるんで、はい、これもね、まだはっきり言ってまだ浅いんですよ。うーん、でこの後はもうちょっとグリップ剤塗って
まあ、走って慣らしするということで、まあ、先よりかは必ずグリップすると思うんで、はい、で先あのツンツル手の時にタイムを見てたと思うんですよ、はい、それでタイムで一回比べてみましょう。了解します、はいはい、ありがとうございます。先生の走行チェック。うん、さあ、ロコの設定を少々変更したそうです。おぉ、これはちょっとセリフのちゃいますか。あ、直してきます。はい、ではですね、ちゃんとタイヤを止めてきましたよ。ナオジュンさんがさ、プロとの、ね、セッティングをちょっと変えてくれはったので、それがどうなってんのかっていうのを確かめてみたいと思います。あー、なるほど。タイム鳴ってるわ。終了。